皆さんこんにちは、ネコニラでございます。今回は13クレの開封になります。で、まあそのカード排出機能を使いながらね蹴ったんですけど、この13クレの後にねパックの向きが変わったんですよ。だからパック変わってると思うんですけど、とりあえずこの13クレ今回は開けていきます。はい、お堅いカードはね1枚あったはず。いきます。1クレ目、モントーヤ、モントーヤ。まあ、ディフェンス値12だからな、ちょっと使いづらいかなっていう気がしますね。2クレ目、ケディラ、イベントスケディラ。これダイレクトプレイでしたっけ、ですよね確か。はい、3クレ目、大迫、あ、大迫、よいしょ。スーパーサブはあるんだっけ、どうでしたっけ、ちょっと覚えてないですけど。4クレ目、ベンゼマ。これはフランスユニ、能力すごいな、能力すごいですね。スキルマスター。5クレ目、ゴレツカ。このねゴレツカがね逆サイドアタックなんですよ。だからもし全白とかね組むならこのゴレツカ使ってみたいなっていう気はしますね。ただまあディフェンス10なんでね、どれぐらいこう守備で動いてくれるかっていうところかな。6クレ目、あ、ミランのホンダ。はい、これももう何枚か持ってますね。これが7クレ目、7クレ目、よいしょ。マンガラ、エースキラー。まあこれもね有料の匂いがプンプンする。これが8クレ目、キリケッシュ、インターセプトですね。はい、これが9クレ目かな。あれ、西ロヤ9 10 11 12 13だよね、びっくりした。もう数もね数えられなくなってきた。トッティ。はい、これが10クレ目、よいしょ。あ、ゴンダ、ゴンちゃん。このゴンダ選手がね、飛び出しは非常にいいんですよ。スピード速いし15だしね。ただフリックをね全然止めないんですよね。どうしたらいいんだろう。これが11クレ目、ん、アントネッリ。うん、いいですね。まあやっぱ僕の今のフォーメーションだと、あ、これ硬いな、これ買った。僕のね、まあ基本的に352なんで、あ、ギュンドワン。まあサイドに関しては自動オーバーラップがあるかないかなんですよ。でないカードはやっぱ候補に上がらないんで使用する。なんで自動オーバーラップついてるカードを皆さん教えてください。というわけで今回の光物こちら。前回はラウドループ ATLE オーウェン、おう、金枠続いていく。はい、これはねイングランド縛り出たり、もうイングランドユニだしね。スーパーサブはあるのかな、どうなんだろう。いや、お初にお目にかかりました。いやでもオーエンが、あ、いいね、ワンダーボーイ。もうあだ名っていうか、もう二つ名がもう特殊能力になってるね。オーエンはが ATLE になるんだったら、もっと ATLE になってもいい選手っていっぱいいますよね。特にこれになんだ、連続で ATLE になってるしね。というわけで今回は、オーベンでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。